はい、大温泉歩道でございます。今日なんですけれども、来ましたね、 J リーグセレクションガチャ来ました、早速引いていきたいなと思うんですけども、レオくんが意外と重宝するんじゃないかなと思います。はい、あと浦部くんはちょっとじゃあね、ディフェンスしかできないんで4バックとか5バックじゃないと厳しいのかなっていう、技取りのためっぽくなってしまっててっていうのと、あと意外だったのがレオペペと立花兄弟サポートついてないんだなっていう、そこですね。はい、さあ、今月貯めた玉で1体どれかゲットできる、最終的にね40連で交換できるので、まずは1個取れればいいなというのでやっていきたいなと思います。欲しいのは兄弟。さあ、久しぶりに J リーグガチャ見た4はシュワってなるかな。あ、ならない。まあまあそんなもんでしょう。お、あるか、薄い。ない。白くて逆にびっくりした。はい、あ、これ R 出るやつだったね。でこれで10個 J リーグ。さあ20連目、3パーガチャなので、まあ、そうは簡単に出ないなっていう気はするんですけど、5はただチャンスとかない。10割れ、おい、ペペ、レオ、紫だけど、あるラッキー、レオ、ペペ、もう一個ある、お、すげえ。どう、2個来い、J リーグ、おー、レオ嬉しいよ。からのペペ。いや、立花兄弟ここで終わっときたいんだけどな。まあでもそうですね、レオくんは多分似た、でもレオ嬉しい、レオくん多分でも2凸した方がいいと思うんですよ、最低。お、いやー、最近いい感じじゃないですか。お、今回は正岡ぞ来た。どっちか欲しいですね。もう一個ないか、すごい、3パーで3つはもう十分しよう。立花くんどっちか欲しいですね。あー、赤いの、この古いのすごい出るんだけど厳しいな。さあ、さすがにもうここは難しいかなと思うので、はい、30個、じゃあラストかな、40連やっていきたいなと思います。1、2、3、4、5、おー、ラストワンちゃん、あれ、どう、お、緑、ワンちゃん、なんか顔がシャープ、あ、これは厳しいか、どうでしょう。お、変える、変えないかい、難しかった、難しそうか。パリンある、パリンがあればないか、あ、ない。はい、じゃあちょっとしばらく期間内でもう1周くらいできそうですね。はい、というところで、交換所行って交換するしかないと。はい、まあただレオが出たので非常にこれは大きいかなというところで、先週マサオくんよりもカズオくんをゲットしたいんだっけな、とりあえずカズオくんをゲットします。はい、カズオくんゲットしました。で、マサオくんもとりあえずゲットしておきたい。月末にフェスのマサオくんがどっちがね使い勝手いいのかっていうのがあると思うんですけど、まあ一応念のため両方ゲットしておきたいなというようなところでございますかね。はい、じゃあ早速、見ていきましょう。はい、ここでこうなってトレーニングしていきます。一遍でいけるかな、いや結構ね、2本パでマサオカズオが入ると9上がるので、一気に、しかもこれ絆軽いじゃないですか、なんで結構ブーストするんじゃないかな、2本パでも絆が結構いけるようになるんじゃないかなっていう予測をしてるんですけど、一気にいけると、お、ね、何があった、スキルフィールドが何か予測してなかった、あ、全くダメ、翼か、そうか、今日上限回数なんだっけ。なるほど、今日やっちゃったよね。まあ片桐さん、いや
ゆめだも1個使おう。そっかそっか、そういうことか。じゃあ片桐さんいっぱいしなきゃいけないんだね。あとは月末のこのところに備えてフェスに技を移植、タックルがでも20しか違いない、でもサレド20なのかな、どうなんですかね、その辺どう皆さん受け取るかだと思うんですけど、まあ、まあ無理しなくてもいいっちゃいいかなっていう、なんか目的がなければ。ただレオくんはいいような気がするんですけど、自分的にはどうでしょうかね。まあトーマさんのチェック見てもわいい感じのキャラクターかなと思ってるんですけども、あそんなに開けれない3つ、じゃあ厳選して3つ、ちょっと夜の検証もしたいので、はい、どうなるかな。検証もしたいので、まず絆混戦の、まあでもこれ全部必要か、封印はまあ最悪だとして、まずここですよね。あでもこっちか、こっち行かないと他が抜けていかないですね。でこれ威力アップ、まあここはミソっすよね。でここは開かないので、まあ夜というところでこれで埋めていきます。はい。でチームに入れてみたいなと思うんですけども、2本パーのところで多分いい感じになるんじゃないですかいい感じになるいい感じになるって。はい、誰外そうかな、これが問題。意外と石崎、あクラブが来たんで石崎くんのところを外して、今45なのが、どっち外そうかな、佐野くんとりあえず外すと46で、こっちも 3.5 のキャラなんで、和夫が来てワントップにすれば47、日本パで47が空超えれる時代になる。すごい。ボランチがいいのかな、ちょっとその辺は使ってみないとなんだけど、はい、まあ向き的にこんな感じがいいかな。おー日本パでちょっとこれだいぶ環境の絆に近しいものになってきたぞ。はい。で、もう一個レオペペの方は、あとナトレーザーですね。はい、ナトレーザー検証もするんですけども、今絆これいくつだ、 45.5 のデッキなんですけども、仮に絆が働いてない、なんかいじっちゃったな、あこうして、はい、 45.5 のデッキなんですけど、ちなみに後半 55% 上がるんですが、すでにもう1万7000、1万1000ありますので、まあ、だいぶ強いんじゃないかなと思います。はい、うん、いいと思うんですけどね、どうでしょうというようなところのご紹介。ヒューガの火力でこんな2万3000なので、まあでもヒューガの火力くらいになっちゃうのかな、うん、まあ参考までにこんな感じです。まあでもヒューガの火力くらいなのか、そう言われたらそう、うん、意外とかな、どうだろう、ちょっとこれも、はい、検証してみます。というわけで、はい、レオの方は後でやっておきますが、ちょっとねいろいろまた見ていきたいなと思います。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。